下がなかったりするとこう先っちょがこう垂れてくるのでね、曲がってしまうと。はい、出来上がりです、ね。まあ、別に飲み物何も入ってないんですけども、こんな風に。ガラス管を使ったマドラー作り、よりガラス細工なんですけども、これはガラス管ですね。中空洞になってますね。マドラーなのであんまり長くない方がいいと思うんですけど、だいたい20センチぐらいで、ヤスリですね。ヤスリで、だいたい45度ぐらいに角度をつけて、思い切ってガリッとですね。あんまりこうギコギコやっちゃうと複雑な割り方をすることが多いので、まあ、思い切ってガリッと一回がいいと思います。傷がついた方の反対側に親指を揃えて、反対側ですね、力をあまり力を入れないようにして、反対側に向けて、押す感じですね。軽く押す感じですね。とパキッて感じで、まあまあ綺麗に割れるとですね。では次こっちですね。あとガスコンロでこの、これカットしたところですね、鋭くて危ないのでここを丸めたいと思います。まあ、炎の比較的温度が高いところに向かって、まあ、こう立てる感じでやる方が早く終わるんですけど、まあ、このぐらいの管の太さの場合はこれでいいんですけど、あまり太くなるとこう熱がこう結構伝わってきたりするので、まあ、通常はこういう感じですね。ガラス管の場合はこう横からちょっと上に向けた感じでやることが多いですね。まあ、で太さが細いので、炎がですね、こう向かってくるような角度で炙った方が、その分早く丸まりますね。だんだんこうガラスが溶けてきて、パンの管の部分がですね狭まってきて閉じてくるわけですね。もうこれでほとんど閉じてる状態ですね。丸まって管の部分が閉じてるんですけども、一旦これで冷やします。管の中にですね、何かこう気に入ったものを、これビーズなんですけど詰め込むというだけなんですけども、まあ、詰め込む際ですね、ちょっとこうガラスをこう切断してるときに、この部分を丸めてないことがあるので、まあ、丸めるまでもないんですけども、ちょっと指を気をつけて、作業するときにですね、こう手を切らないように気をつけてもらうといいと思います。ね、ビーズと、こういったちっちゃなこうスパンコールもあったので、これも入れてみたいと思います。これビーズやスパンコールだけじゃなくてですね、色水ですね、いわゆる色水を用意しておいて、ピペットかなんかで入れても良いかなと。だいぶ頑張って詰めたんですけども、まあ、ギリギリまで詰めすぎちゃうと、後でこのバーナーで火でですね、温めた時に焼けちゃったりするので、まあ、3分の2とか4分の3くらいにとどめておくとがいいと思います。もうちょっとこう綺麗になるかと思ったんですけど、まあ、こんな感じですね。あと反対側を封じるだけなんですけど、あまりこうビーズとかが飾り物がギリギリまで入っていると焼けただれてしまったりするので、まあ、適当な位置ぐらいにとどめておくのがいいと思います。
もうこの操作だけなんで、さっきはね、あの立てて先っぽを先端を丸めたんですけど、これで立てちゃうとビーズが燃えてしまったり、あのこっちが落っこってきちゃうのでね、こう斜めにした状態で丸めることにします。反対側を閉じるときよりはその分時間がかかってしまうのは仕方ないですね。先ほどの反対側を閉じるときよりはだいぶ時間がかかっちゃうんですけども、まあ、あんまり焦るとですね、こうビーズが戻ってきてしまうので、この角度でプルプル回す感じですね。まあ、よくあのガラス細工ですね、あの軍手を使ってやけど防止のためにね、まあ、両手軍手をするべきだっていう人もいるんですけども、まあ、これ議論が分かれるところで、まあ、片手のフリーハンドにしといて、素手でやった方がむしろこう熱の伝わり方だしとかね、あの逆かえってこう事故防止につながるっていう考え方の人もいるようです。両手やっぱり軍手にしてしまうと、この別のところのリスクっていうんですかね、物を落としたりですとか、ちょっとやっぱり不器用になるもんで、この辺のところはあの議論分かれるところなんですけども、まあ、何でもかんでもこれ防護すれば、うまく操作がいくかっていうと、そうでないケースもあるということです。この角度でくるくる回していれば、いずれ先っちょが塞がってくるんですけども、だいぶ塞がりましたね。回してないとね、あの全体こう温めちゃったり、回したがなかったりすると先っちょがこう垂れてくるのでね、曲がってしまう。ドラーとして使うので液体にこうつけるんでね、まあ、熱って言いますか温度の変化があったりすると、ちょっとでも穴が開いてるとこう液体が入ってきちゃったりすることもないわけじゃないんですけれども、よっぽどですね隙間が開いてなければ、まあそんな気にすることはないかなと思いますね。はい、でもだいぶほぼ先端閉じましたね。はい、閉じたようですね。はい、出来上がりです、ね。まあ、別に飲み物何も入ってないんですけども、こんな風にしてこうかき混ぜたりなんかしてね、まあ、ちょっと洒落たマドラーとして使ってもらえればいいかなと。洒落たっていうのはそんなに綺麗なわけじゃないんですけど、まあ、ビーズなんかもうちょっと細かいのとか、あと砂時計用の細かい砂とか入れると、もう少しこうあの中身がこう動いたりして面白いかなと思うんですけども、あとは安全に使ってもらえればいいかな。